い、こんにちは。日本改革党靴沢です。 NHK から来る契約を促す封書の情報ありました。宛名なし住所ありのいつもの封書じゃなくて、未契約なのに宛名あり住所ありで届いたそうであります。内容にですね、法務局で調べさせてもらいましたとあったので、賃貸じゃなくて持ち家持ちマンションは登記されてますからね、あの法務局にね、それを調べたようであります。普通そこまですっかな、すごい手間だろうになーって呆れちゃうんですけれども、でも大丈夫。中身にですね、もしテレビをお持ちならとあったので、 NHK は住民は知ってるけど、ここには誰が住んでるって知ってるけど、テレビの有無は把握していないと。そういうの届いてもですね、まあ、持ち家持ちマンションの人は名前ありで届くかもしれないですけども、そういうの届いてもですね、慌てず騒がずゴミ箱に捨ててください。よろしくお願いいたします。知らない人に教えてあげてください。2023年、41道府県議選、分析共産党の一人向けこれどこが書いたんだろうな。記事の要約なんですけれども、41道府県議数は、2260議席だそうであります。まあ、県会議員、道会議員、府会議員、大阪府、京都府かな、2260のうち自民党は1153議席を獲得した。まあ、全体で見ると、やや過半数ってことですか。立憲は200から185に、マイナス 7.5%、になってしまった。まあ、そんでもあの自民党の5分の1ぐらいはおると。共産は99から75席、75議席に、減った。マイナス 24.2%、約4分の3になった。新潟、福井、静岡、福岡、熊本県5県では全滅した。2021年衆議院選結果は、選挙区当選1名。誰だこれ。誰なんだろう。共産党のエースだね。比例当選9名、合計10名。共産党の衆議院議員って10人しかいねえのか。それにしてはあのやたら声がでかいような気がしますけれども、ほぼ比例でしか当選できない共産党が、地方選でこんなありさまでは次の衆院選で大ダメージを受けるのではないか。嬉しいこと言うね。どこが書いたか知りませんけれども、一般判断です。高齢化がすごい。聞いてる聞いてる。フェミとか夫婦別姓とかジェンダーとか LGBT とか国民は全く求めてないから、ますますサドルにぶっかけないと地方選で負けたら国政選挙は厳しい。むしろ4分の1しか減らなかったことに驚き、独裁制だってことを自らアピールしたしね。共産主義を選ぶ国民がいないだけ、赤旗が白旗を上げたのか。なお党首は責任を取らない模様。共産の議員は全員同じことしか言わないんだから数は必要ない。不破鉄道93歳の独裁院政で確実に崩壊中と。選挙惨敗を受けですね、小池晃書記局長はですね、現役党員除名が影響したとは考えていない。力不足が背景にあった。ますます恥ずかしいこと言ってるような気がするんですけれども、一般判断です。認めたら C の責任問題になるから。小池じゃなくて C が答える。責任者だろうが。除名問題じゃないならサドルか。心当たりが多すぎてわかんない。支持者の自然現象でどっちにしろ負けてただろうし、この先どんどん弱体化が進みそう。問題意識ないから消滅街道まっしぐら。やっぱりあの間違いを認めない。それでこそ共産と。1950年代ですね、北朝鮮、朝鮮戦争真っ盛りの北朝鮮を応援する意味で起こしたですね、三村闘争っていうので何人も殺してるんですけど、一部の除名者がしたことって開き直った性質は70年経った今でも変わらずと。除名して失敗したなーって言うぐらいだったら、力不足が背景にあったも、もっと屈辱的で情けないことを言った方がマシっつーですね。日本人にあの理解しがたいメンタルなのが共産党であります。今時共産党に投票しちゃうようなコアでパンクでアバンギャルドなパヨ
は除名問題なんかひるまないと思われますね。だってあの不破鉄道院生と C 和夫特裁を20年以上受け入れてんでしょ。何の疑問も持たない、思考停止状態、生きる屍が今の共産党員ですからね。やっぱりあの 25% 減少の原因は支持者高齢化による自然減少でしょうね。たった4年間で4分の1減っちゃったってことでしょうね。C和夫はいちいちあの不破鉄道の支持を仰いでる節があるので、93歳の X デイが共産党激震の日になることは受け合いであります。頭をなくした共産党がですね、不破と共に去りぬの可能性は高いです。私もあの不破鉄道よりなんでかんで長生きして X デイを見届ける所存であります。中国共産党も日本共産党もなぜ失敗を絶対認めないのか。脱線事故を起こした電車は埋めっちまうし、なかったことにするし、答え、共産党の無備優勢。これあの検索してみてください。権威と権力を同時に得ようとしてるから完全完璧を装うんですよ。権威っていうのはあの統治の正当性で、日本ではあの建国者の子孫である皇室がこれを持っております。皇室が権威を持っております。だってあのご先祖様が日本国というのを作って、それからずーっと統治してんだから、まああの何も文句言えないですよね。総理大臣は陛下が任命しますよね、任命式で。これはあの征夷大将軍の昔から全然変わってない、システムですね。権威に任命されて権力を振るうのが選挙で選ばれた総理大臣以下各種行政。総理大臣はあの行政の長でもありますから、そのシステムはですね、権力が間違いを起こすことをですね、政権交代とか総理の辞任とかで許容できるんですね。特会が効く、権力の特会、権力がヘマこいたら特会える。なぜならあの権力を振ると必ず権威が毀損されるから、だん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 傷ついていくんですよ。花粉が少ない杉植えようなんて言うと、医療界、医者や製薬会社、やめてほしいな。若い女性だけバスで保護しよう。他はどうでもいいのか。困ってる男性は放置か。ってなりますし、無敵の人が困るから、増えたら困るから、生活保護したろうって言うと、ずるいぞって声が上がりますしね。矛盾があるのが祭りごと。この矛盾で、権威が、権力を振るうと、初めは完全だったですね、権威も徐々に毀損し、いずれズダボロに。まるで民主党政権の最初の頃、あの、鳩山内閣の支持率 80% ぐらいなかった？それがだん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 落ちてってさ、みたいな。そんな感じになりますよね。中国のあの、歴代王朝が不満を持った民に倒されるのは、これが原因ですね。権力を振るうと、権威はどうしても傷ついていくから。最長の党が289年持ったけれども、ここいらがあの限界でしょうか。権威と権力を同時に持つことの限界。権力を振らないことで、権威を完全完璧に保てる最良のシステムを採用したのがですね、まああの、権威と権力を分離した。政権分離って言いますけれどもね、政権分離って言ったかな。あれ？どうだったっけな？忘れちゃった。日本がですね、いい箱作ろう。鎌倉幕府、源頼朝が全国に守護地頭を置くことをあの認めてもらったのとですね、イギリスでは1688年に名誉革命で王室は議会に口出すなっていうことにした、これ、ですね。中国ですね、あの負けても大陸に居座る日本兵を共産党が追い出した嘘なので、我々がここを統治するが統治の正当性になってます。最近ではあのこれも弱くなってきてですね、100年前のあの中国の何にもない画像やら自転車乗ってあの貧乏だった昭和の映像をですね、現代のビル群と交互に流してですね、共産党が発展させた100年っていう理屈でプロパガンダ盛んにやってますね。評判悪くなったからあの評判を、取り戻すためにね。日本共産党も中国共産党と同様に権威も権力も同時に欲しい。ソ連共産党みたく。だから完全完璧でなくてはならない。それを装うとですね、間違いを認めない。ちなみにあの共産党はですね、
権威が皇室にあることを知っててですね、当世で皇室打倒を掲げております、自分らが皇室にとって変わりたいっつなんつ大それた望み持ってんだ共産党がって話なんですけど、あとは天皇制ってよく左翼でも言いますけれども、そんなの存在しないですからね、共産党がそう呼ぶのはですね、制度ならば廃止できっからという理屈で今から言ってるだけであります。実は皇室は憲法の枠外の存在なので、制度なんつうのも元々ない、制度なんかにも縛られない、ご存知だったでしょうか。憲法11条国民は、全ての基本的人権の共有を妨げられない、この憲法は国民に保障する基本的人権は侵すことのできない永久の権利として現在及び将来の国民に与えられるって書いてありますけど、皇族は民ではないので憲法の枠外なんですよ。その証拠にですね、基本的人権も保障されていない、なので職業選択の自由もないし、選挙権もないし、投票もできないし、立候補もできないし、居住の自由、居住地選択の自由もないと、六本木住みてえななんつっても、ダメですって言われる、陛下が好き勝手にツイッターやら YouTube やったらえらいことになりますよね憲法の枠外の存在なんで、当然制度にもないし縛られない、天皇制っていうのは左翼用語ですんで使わないようにしましょう。使っている人いたら教えてあげましょう。そんな制度ねえよ、民ではない皇室の車にナンバーがない理由なんですけれども、私はこう考えます。私の説ですこれ、皇室は民にナンバーを与える側だから、自分の車にはナンバーがない、識別する必要がない、皇室に姓がない、名字がない理由、私の説なんですけど、皇室は民に姓を与える側だからない。まあ有名なのは源平統一吉っていう姓ですか。皇室がですね、日本建国して民の我々は後からそこに発生した後輩ですよね。先住者の皇室以外の民が識別できるように皇室に姓をもらったと、なので皇室がには姓がない、車のナンバーもないと考えております。皇室を倒して権威が欲しい、暴力でっていう共産党は危険であります。滅ぼさないと。さらに共産党小池晃、維新の議席倍増を受け、維新は自民党以上に危険な政党と言ってしまいました。公安監視対象が何言ってやがる、危険中ならよ、大好評を博しておりました。自民の補完勢力ということを強く訴えていく、維新は危険だって言ってましたけれども、どうやら共産党にとって自民の補完勢力イコール許しがたい悪って、みんな考えてくれんだろうって考えてる節がありますね。思考停止で安倍がやってるパイにはそれで十分なのかもしれませんけれども、最新民意でも自民は過半数取ってんだから、支持されてんだから自民と一緒って言われても、だから悪って言われても一般人ははぁだよね。新規信者の獲得はとっくに諦めて現在の支持者に受ければそれでいいって考えてる節あります。ますますですね、何言ってんだ、増えそうですね。選挙前選挙中にひたすら壺を連呼する勢力、選挙が終わった途端にいなくなるというスレッドが立っておりました。一般反応です。猿軍団消えたのか、機関校だから契約期間終わったんだろ、日当だからね、総括で忙しいんだろ、会話にならんから正体バレまくり、コピペしたり同じ話を無限ループさせるお仕事、罵倒とコピペで立憲共産の票が増えるわけねえだろ、つぼつぼ言ってたやつらがカルトで公金チューチューしてて若草、つぼれんこの無意味さよ、消えたのは雇われで今もいるのはただのバカってことか、おじいちゃんたちに無理言うな、テロリスト山上を崇拝してるような奴らがまともなわけがない、上は選挙結果がやばすぎて緊急会合中、野良の下っ端は紛失中と、2ちゃんに張り付いてるわけではないんでこれは知りませんでした。2ちゃんで一生懸命つぼつぼ連呼して立憲と共産の支持率が上がるわけもなく、上がるわけもなく、工作費用はどこから出てんだろうな、中共かな、バンクかな、コラボやWBP がチューチューした税金がこういうとこに流れてんだろうかな。小西速報、速報、小西が申し出て立憲の参院政策審議会長、政策審議会長の強さんだを辞任、立憲は了承、一般判断です。議員辞職じゃねえのかよ、
何がしたかったんだこいつは。辞職させなきゃ終わらんだろ。こいつを辞職させられない党執行部の無能っぷり。人には散々辞職しろって騒いだのに、除名が最低ないんだろ。立憲は選挙で大敗したいのか。高市さんには散々辞職しろって言っておいて、これ、党の役職全部降りて平議員になったってことなのかな。役職なしの。立憲はですね、5年後の選挙前に公認してやっからって言い含めて、一旦離党させるってできなかったのかな、別にいいけど。こんなんで責任取りましたって言って、誰が納得するんでしょうね。いや、納得するんでしょうね。今立憲の支持者やってるような、コアなパヨは、小西先生立派なんつって、感心しちゃうんじゃない。共産党もどもですね、バカで無能で有害な、立憲も縮小していきますように。できたら私が生きてる間に消滅しますように。自民党公認衆議院候補、エリ・ヘルファイア・ホエル。自称愛国者が男尊女卑の日本の社会をダメにしている。ラジオかなんかで吠えたみたいなんですけど、一般反応です。なんで自民？何言ってんだこいつ。誰が公認したんだこいつ。自民党がそれ言っちゃうんだ。さすが河野太郎が引っ張ってきただけある。勘違いしてんの自分じゃないのか。スパイ防止法早く来てくれ。日本を男尊女卑の社会って決めつけてるようですけど、サウジはですね、数年前まで女性が運転することを禁止してました。韓国ではですね、嫁ぎ先の姓をもらえません。本物の男尊女卑の社会だったらヘルファイアは立候補できません。はい、論破。自称愛国者がっていうのも気になりますね。多分まともな人に散々批判されてですね、〇〇はネトウヨ的な気分になっちゃったのかな。こいつ当選させるの危険です。与党だけに他より危険です。今はいいけど20年ぐらい経ってね、こいつがですね、なんとか大臣、なんとかなんとか大臣とかなっちゃったら子や孫に迷惑かかります。千葉5区補選にはですね、公明と令和以外は擁立してます。みんな、共産も立憲も民民も維新も擁立しております。なので思想のないのんぽり維新の28歳男性あたりどうすかね。こいつの方が危険だと思うんですけど、エリ・ヘルファイアの方が28歳の男、ポカンとした若いやつより、危険だと思うんですけど、こんなの立憲にいるのが似合いの罵倒文句垂れ女よりもよっぽど28歳男の方がパヨってないと思うけど、維新ってほらのんぽりじゃないですか。逃亡中のガーシー容疑者、パスポート返そうと思ったらなくしてたわ。一般反応です。子供でも言わんわ、そんな言い訳。宿題はやったんだけど、家に忘れましたレベルじゃねえか。せこいこといろいろ思いつくな。おかんはもうどうでもいいの。返す意思は表明したから大丈夫っておい。外国にいてパスポートなくすか、普通大使館で再発行してもらえと。大使館に再発行に行ったらその場で捕まんでしょうけれども、呆れて絶句、バカすぎて哀れ、泣いて叫んだおかんはもうどうでもいいのか。人間のクズとしか言えないですねこいつね。13日まで返さないと旅券法違反でですね、最大懲役5年が加算されますけど、出頭する気ないみたいですね。どう考えても出頭した方が安全で得、一生外国で過ごすよりも。なのに本当にバカなんだこいつね。こいつに投票した28万人はこいつよりバカってことで確定ですかね。ちょっと反省してもらいたいな、思います。というわけでメール党員さん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックしてですね、そちらからご登録ください。物品支援も受け付けております。送り先もそこに書いてあります。あとご支援、10人立候補させるんですけど、何市議選区議選に、10人となると結構金が大変です。私の金が大変です。ご支援フォームもそちらにありますんで、よかったらよろしくお願いします。デトックスジャパン。